エルフは、ポーランドの鉄道車両メーカーであるペーサが展開する、連接式電車列車のコンセプトモデル。相性は、列車の特徴である、超低床電車にちなんだものである。1989年のポーランドの民主化後、それまで国営車両工場のみが行っていた、ポーランド国鉄向けの電車製造に国内外含めて、多数の民間企業が参入するようになった。その中で、 従来ディーゼル機関車や機動車を生産してきたペーサも2004年にワルシャワ通勤鉄道向けに製造されたアン9 5系電車を皮切りに電車製造に着手したが以降に製造された ED59 系電車や ED74 型電車を含めどれも少量の生産数のみに止まっていたその大きな要因としてポーランド国鉄の低少式プラットフォームに対して これらの車両の床面高さが高く、ベビーカーや車椅子を用いる利用客が不便である。ことに加えそれ以外の乗客の移動の制限にも、なっていることがあると推測したペーサは、ボンバルディアトランスポーテーションが展開するタレントや、シーメンスのデジロ ML など、海外の車両を参考に床面高さをさらに低くした、新型電車を開発することとなった。その一環として、設計、 製造が行われたのがエルフと呼ばれる電車である。地域間輸送や通勤輸送向きに開発された連接式電車で編成は2車体連接式から8車体連接式まで選択可能である。営業最高速度は時速1 6 0トルだが最大時速1 9 0トルでの運転が可能な設計となっている。流線系の前面は欧州における 鉄道車両の安全基準である案15,227に準拠した構造となっており、運転台より前側にクラッシャブルゾーンが設けられている。検案だった床上高さは 760mm にまで低下しており、高さ300から 960mm の低床式プラットフォームに対応することができるほか、扉下部には転落防止用折りたたみ式ステップが搭載されている。 車体設計にモジュール構造を使用していることから、車内には座席の他に車椅子スペース、自転車収納スペース、荷棚、自動販売機、バーなど注文先からの要望に応じた様々な設計が可能となっている。台車は基本的に運転台側が動力台車、車体間の連接台車は動力を持たない。 付随台車となっているが、出力確保のため中間の付随台車を動力台車に変更することも可能である。初期に製造された車両については、動力台車の枕バネに通常の構成バネが用いられていたが、後に空気バネに変更されている。電気機器は注文先の需要に応じて、直流線5 0 0 v 3000V、交流 15KV。 20KV など様々な電圧に対応可能となっている。制度装置にはドイツのクノールブレム製製の部品が使用される。外用 21W ローカル線など地域輸送用に開発された三車体連接編成。AN62 型とも呼ばれる。乗降扉は各車体に一箇所設置されている。 主要書源概要 22W22W22WEC22W4 社体連接編成。上校扉は各車体に片側2箇所設置されている。a 七7 6型という形式名も存在する。各地の事業者の需要に応じ、以下の形式については設計の一部に変化が生じている。主要書源概要 27W27WEB。 ワルシャー向けに製造された6車体連接編成。アン96型という形式名も存在する。出力増加のため中間の連接台車の一部が動力台車に変更されているほか、トイレが設置されておらず他の車種と比べ定員数が増加している。また2013年以降は編成の見直しが行われた27ウェーブがシレジア地域に導入されている。 27WB 同様の6両編成だが、それまでの6車体連接式から3車体、連接編成を2本繋いだ構造に改められ、定員数がより増加している。また 27WB には搭載されていなかった、トイレも再度設置されている。主要諸元概要3 4 w 地域輸送向けの2、車体連接編成。案9 6型とも呼ばれる。 床下に設置されていた電動機など主要機器の一部を屋根上に移設することで収容量の増加を図っている。主要諸元概要 21B21W22W34B2016 年以降、エルフの製造は TSI2014 に基づき世界市場を視野に入れた設計変更を行ったエルフにへと移行している。全面形状の変更が行われたほか、 社内では Wi-Fi 通信も可能となっている。シロンスク県、シレジア地域など、ポーランド各地への導入に加え、2019年には、チェコのオープンアクセスオペレーターであるレギオジェットへ向けて、輸出用モデルであるエルフ e u を7本製造する契約が交わされた。エルフシリーズでは、初のポーランド国外の鉄道路線への導入となり、登場は2021年。 2022年のダイヤ改正時を予定している主要書言、ありがとうございます。